はい、皆さん、こんにちは。シュークリマイチャンネルクリムダウサムでございます。3月27日、月曜日の配信となります。いよいよ、4月目前ということで、4月といえば、自転車ロードレース界の、自転車ロードレース界ではですね、ベルギー、そしてフランス北部ですけども、春のクラシックキャンペーンということで、大盛り上がりのワンデーレースシーズンに突入いたします。 今回はですね、その一発目となります、えー、ロンドファン・フランデレンのレースプレビューをお届けしたいというふうに思います。えー、それでは早速見ていきましょう。UCA ワールドツアー、もう第14戦になりますね。第107回ロンドファン・フランデレンの3分プレビューということになります、えー。早速見ていきましょう。はい。今日の時点ではもうあと6日に迫っております。これはあの、 ロンドファン・フランデレンの公式ホームページのね、トップ画像、昨年のポガチャル対、えー、マチューということで、もマチューが月一の、これはちょうどオーデクアレモンとの上の部分ですかね、えー。この表情ですよ、マチューが。本当にポガチャルが強かった。初めてのロンドで、あわや優勝という強さでした。はい、で、改めてなんですけども、ま、えー、もなく4月ということで、春のクラシックレース祭り、突入いたします。で、その4月なんですけども、世界5大クラシック、まあ、モニュメントと、 言われてもおりますが、そのうちですね、実に3レースがこの4月に開催されます。まず見ていくと、今回ご紹介する4月2日に開催されるロンドファンフランデレン、ベルギーフランデル地方ですね。そして翌週、4月9日、こちらパリルーベということで、フランス北部で開催されます。ベルギー人はパリルーベベルギーのレースだと思い込んでいるというふうにね、いつもお伝えしておりますけども。そして、 アルテンネクラシックですね。4月後半になりますが、リエジバース投入リエジュ、4月23日ですね。こちらは、ベルギーですね。で開催されるということになります。とにかくね、ワクワク好きということで、その一発目。このパリ・ルーベアね、クイーン・オブ・クラシック、クラシックの女王と呼ばれておりまして、ロンドンはですね、これ実は本場では、 なんか日本であの、キングオブクラシックというか、クラシックの王様って呼ばれてるんですけど、なんかそういう表現がある,あるのかないのかみたいな、あの、ちょっと一人歩き的な感じがするというご指摘も以前あってですね。まあこのシュークレマチャンネルでは、えー、その表現はちょっとあえてせずにということになっています。はい。まあいずれにしても、まあロンドファンフランデレンとパリルベはもう本当にワンデーレースの、ね、頂点に君臨する二つのレースと言ってもいいでしょう。はい。 で、えー、このロン、まずロンドンなんですが、レースの特徴としては、まあ、細く曲がりくねった道、えー、そして石畳もあります。でさらに、石畳の短くて急な登り坂、まあ、石畳じゃない坂もあるんですけどもね、とにかく予測不可能な春の天候も相まってですね、6時間にわたるとにかく神経質でタフな、えー、レースが続くという、まあ、世界でおそらく最もタフなレースなんじゃないかなと、個人的には思っております。はい。 なので、もうずっと行ってるんですけども、クは個人的には、えー、まあステージレースはね、ツードフランスとか、まあ有名なレースあるんですけど、まあでも、それも含めてもね、あの、一番好きなレース、何って言われたら、このロンドンっていうぐらい大好きです。で、今年のルートはですね、えー、ブルージュをスタートします。昨年はアントワープスタートでしたね。アントワープは私の住んでた街でしたので、えー、まあでもブルージュも、えー、よく行ってましたので、まあ非常に懐かしいんですけども、そこから、まあ 最近ね、近年はもうお馴染みのオーディナルデッグオールということになりました。なっております。で、距離が273.4キロ。長いですね。獲得要項は実はこれしかないんですね。2171メーターということでは、とにかく細かいアップダウンと石畳が選手たちを消滅させていくということです。で改めて、コースのマップですね。これ見ていくとこのようになっております。ブルージュをスタートして南下していきます。はい。コースはこの黄色、赤、青という3セクションに分かれております。 黄色い区間はまだその序盤ですのでね、えー、いわゆる上り坂があんまり出てこないんですが、この黄色の後半ですね、もうこの辺もごっちゃごちゃで、とにかくあの狭い地域を走り回りますので、お客さん、ベルギーのね、プロのお客さんたちが、えー、ここを見たら今度こっちに走っていくと、車でパッと裏道移動すると何回も見れるみたいなね、お客さんたちは一日のレースを生で何回も見たみたいなところを競い合うと言われております。 で、視聴率が、うん、80%? ベルギーの人がもうほとんど見ていると。お客さんが沿道にあれだけ出て視聴率そんだけ高いっていうのがもうよくわからない感じなんですが、とにかく、フランドル地方を中心として、もベルギーの人たちが大盛り上がり、大盛り上がる大会です。 で、えー、このレースをね、見る上で重要な要素な何と言っても、石畳とこの急坂区間ということで、今年のね、上り区間を改めて見ていきたいと思いますが、このようになってます。い先ほどのマップで見たように、前半の黄色部分は特にね、ないです。で、この赤い部分に入ってからですね、こっから、この石畳マーク、そして、えー、いわゆるね、旧坂、上り区間マークが出てきます。ですから、やはりこの、う黄、じゃじゃ黄色じゃないですね。 赤と黒区間がかなり、ね、厳しくなるということです。はい。で、改めて、その、このマップ上では後半にね、かなり詰まってるんですけど、数字で見ていきましょう。114.7キロ地点から、この上りが始まりますが、まず136.8キロ大手くわれもん、オーデ・コワレモンとこれが名物の上りなんですけど、合計3回出てきます。で、1回目通過は、まあまあ、これゆったり上るでしょう。はい。で、その後、いくつもね、この上りとか石畳が出てくるんですが、 まあ実際、リースが始まるのは、この218.8キロの2回目のオーデコアレモントからになります。えー、そして、このオーデコアレモントとパーテルベルグというセットですね。これが後半、このセットメニューが2回出てくるということです。1回目のオーデコアレモントとパーテルベルグのセットメニューの後に、悪名高き選手たちが、激坂すぎて転んじゃう、ね、とも言われているコッペンベルグが出てきます。 そして、その後ね、このつなぎ3箇所あって、ステンベングドリッスと、あとまあタイエンベルグ、望年坂とも言われてますね。そしてクロイスベルグを超えて、最後のもう一度セットメニュー、クワレモント3回目からのパーテルベルグということになっております。で、この218.8キロラストの部分をもう一度ね、見ていきますとこうなってます。はい。 これちょっと画面に入らなくて申し訳ないんですけど、ここがまずね、2回目のオーデクワレモントになります。はい。オーデクワレモントとパーテルベルグのセットメニュー,、えー。そしてもう一度ここ最後にオーデクワレモントとパーテルベルグのセットメニューで。最後のね、この約10キロちょっとの平坦区間っていうのが、なんかいるのかいらないのかっていうところなんですけど、結構ここが大チェイス追いかけっこ大会になるんで、レースとしてもなかなか面白くなるポイントであります。はい。 で今お話ししましたように、やっぱりメインの勝負どころはオーデクワレモンとパーテルベルブというところになります。はい。で、えー、直近のトップ3を見ていきましょう。昨年は、ね、えー、ポカチャル対マチューだったんですけど、ポカチャルがいない。そうなんですよ。ポカチャルこの後ろ4位でした。<laughs> あの、最後ね、マチュー対ポカチャルでも大牽制大会になって、まあ、勝負師、マチューは本当に前に出ずにですね、 かなりスローになったところで最後、後ろから追い上げてきたファンバーレット・マディアスが、スプリントに混じりながら、でも、マッチはしっかりと勝ち切って、で、ポガチャルは、えーまあ、騙されたというか、やられた感じでね、4位で、珍しくポガチャルが非常にこう、ゴール後、あの、怒り浸透みたいな感じになってましたけども、まあ、とにかく初めてのね、このロンドでポガチャルは強さを見せたんですが、えー、勝負には負けたというところでした。 で、その前の年はアスグリーンが勝ってます。はい。独走でしたね。あ、じゃあ独走じゃないです。ファンデールプールとのソースプリントはアスグリーンが勝つっていう、ちょっとびっくりな展開でしたね。はい。で、その前はマッチュー対ワウトの、えー、バッチスプリントでマッチューが勝ちました。で、これはベッティオールがね、勝ちましたね。ここが、独走でしたよね。プール初勝利がロンドっていう、まさかの勝ち方でしたね。で、その前がテレプストラ。 この辺は独走系ばっかでですね、ジルベールも勝ちました。で、サガンも勝っております。えー、クリソフも勝ってますね。はい。で、カンチラーラがその前に2回勝ってるということになっておりますが、そうですね、懐かしいですね。で、えー、今度はですね、改めて、このロンドンを語る上で重要な前哨戦と言われるね、レースをちょっと見ていきたいと思いますが、まあ、なんといっても前哨戦といえば E3 サクソバンクラシックですね。金曜日。 3月24日に開催されました。で、え、リザルトを見るとこのようになってます。優勝したのが、なんとワウトファンワールドということで、え、最後は、ワウトマッチュー・ボカチャルの3名になりました。はい。で、4位以降が、えー、そう、モビスターの2人が4位、以位に入ったということで、これもびっくりでしたね。青は青でも、スーダル・クイックセップではなくて、モビスターの青ということで、結構海外でも話題になっております。はい。で、以降、えー、キュンク。 ね、グルーパーマーのキュンクとマデワスはさすっかり、このクラシック版が大活躍ですけども。で、モフォリッチが7位。で、クラウアナス。イニオス。ということで、ね、そうなんですよ。スーダルクイックステップが一人も入ってないですね、トップ10に。これにはね、ルフェーブル GM もかなり怒り浸透ということで、まあ、この日ね、アスグリーンであったり、セネシャルだったり、アラフィリップだったり出ていたんですけども、もう、消しからん、消しからんっていう感じで、普通にあの、 メディアに答えてました。今日この日一番最高だったのは昼に食ったランジだったっていうね、あの、このルフェーブル武士が飛び出しておりましたけれども、果たして本番ロンドではスーダルクイックステップはどうなのかというところで、で、改めてこの E3 のホームページ見てみたいと思いますが、このね E3 サクソクラシックのホームページのね、レース色のなさ。なんかね、こうレース色ないんですよね、これね。これ多分、あの、 去年の、これ去年ね、まあ、ちょっとワンツーフィルしましたけど、レースどこレースの結果どこって感じで、あ、ここだ見つけたっていうことでね、開くと、まあ、これくらいしか出てないんですね。はい。で、えー、改めて、あの、ツイッターも見るとですね、ツイッターもこんな感じなんですね。これ、まあ、例年、いつものことなんですけども、はい。あと、YouTube 見てねみたいな感じですね。はい。で、これがちょっと風刺画みたいなのがね、あの、うん 結構ベルギーとかでは出てくるんですけど、お馴染みなんですが。まあ、オランダ語なんで、ほぼさっぱりわからないんですけども、これはあの、要は E3 のポディウムですね。2位マチュー、3位ポガチャル乗っておりますけども、ワウトがポディウムの下でなんか言われてますが、これはあの、ちょっと略すとですね、インタビュアーというか、あの、MC の方が、ア、えー、ワウトさん2階に上がってください、ポディウムに上がってくださいと、えー、なんかあの、 あれ、花束持って上がってくださいみたいなね、感じで。で、ワウトが、いや僕はもう何にも必要ないよ、みたいな、全く意図がつかめない、えー、風刺画のコメントでした。ちょっと訳してみたんですけど、そこから読み取れるものが全くなかったですね。はい。で、えー、ちょっとさっぱりわからなかったんで、あの、ハッシュタグをつけてちょっと検索をしましたけども、まずこっちはベロンのね、公式ツイッターの方では、これパーテルベルグの ポカチャルのアタックですよね、多分。で、ポカチャルがアタックして、ワウトがギリギリついて、あ、ワウトじゃない、マッチュがギリギリついて、ワウトが少し遅れ気味。で、モホリッチもギリギリ、ここ、山頂、ね、乗り越えたらこの4名になったっていう展開でしたけども、ちょうどこの石畳のりは、ポカチャルとマッチュは走ってますけど、えー、この E3 に関しては、ここの横ですよね。あの、速攻の部分は、 カバーされてないんですが、本番ロンドではここに柵が置かれますので、本番ロンドではここは走れないということになっています。ただこれも泥がありますからね、どっち走った方がいいのか問題ですけども、はい。アウトともホリッチはこの E3 では速攻走っている、ただここは本番ロンドでは塞がれるということですね。はい。で、えー、っと、そうですね。まあ、結果的にその3名になってのスプリントということで。で、これがインボ・ミスマの、えー、 ツイッターですね。ポディウムの後ろからまあ、撮っておりますけども。はい。ちょうどね、こんな感じで。これ、うまく。はい。こんな感じなんですね。やっぱお客さんたくさんいますね。E3 でも。まあ、もう本当にロンドン連勝戦ですから。まあ、花束は持ってるんですね。さっきなんか風刺画では花束いらないみたいなこと言ってましたけど、なんかそこに関係したなんかあったんですかね。はい。 で、このお馴染みのね、ビールで乾杯して、バウトの持ってるビールが一番大きい。マチュート。ポカチュラはちょっと小ぶりのノンアルですよね、きっとね。はい。ということになっております。はい。あとは、こんな感じですかね。はい。で、えー、もう一つのレースですね。今度は、昨日行われましたね、日曜日に開催されましたヘント・ウェベルヘム。まあ、こちらはもともとあの、スプリンター、 が勝ってくるような、この北のクラシックだったんですけども、ワールドツアー化してからはですね、むしろ E3 よりも距離が長くて、まあ、ケンメルベルグというお馴染みの登りは含まれてるんですが、難易度は上がっております。で、リザルトを見るとですね、そう、昨年の E3 で1、2を飾ったラポルトとファンアルトが今度は、ヘントでワンツーを飾るということで、順位はね、こうテレコ逆転しておりますけども、最後ファンアルトがラポルトを チームメイトね、勝利を譲ってのワンツーフィニッシュとなりました。で、3位は、あ、いいですね。えー、セップファンマルクが3着に入ったということで、なかなか勝てない、ね、このもう一人の、もう一人のベルギーのクラシックライダーですけども、調子はいいようです。で、以降、えー、ここはね、スプリントになっておりますね。フリーゾーン、ピーターズン、えー、ビョーグ。えー、そしてその後ろが、ルナール、コーイ、ファンポッペル、アクレということで、もうここ完全にスプリンター勢ですよね。 そこまでやっぱり難易度は高くないレースかなというところです。公式ホームページ見ますと、そう、ワウトとラポールとこの雨の中厳しい、まあ、ベルギーらしいね、あの泥、泥だらけになりながらのレースでしたね。見てください、この、えー、ヘンフィント・ウェルフェム,ムと E3 のこのホームページの、なんですかね、熱量の違い。っていうか、まあ、こっちが普通ですよね。 でこっちはフランダースクラシックスなのかな主催者がね。はい。で、いいですね。ラポルトのこの白黒感じがね。はい。で、公式ツイッターを見ると、おヘント・ウェブレヘムの公式ツイッターではこんな感じで出ておりました。はい。これがケンメルベルグですね、ちょうど。で、ここで、これは違うな。そうで、これね。 あの、女子のレースとミックスしてるんで、これローセルですね。女子 SD ワークスの独走してました。で、男子の方はこのケン・ミルベルグで,で、マチューがラポルトを待ちながら登るなんていうシーンもね、ありましたね。はい。マチューじゃない、ワウトです。もうね、ワチューとワウト、言い間違い問題がね、すいませんね、もう今日気づいてないところでも何回か出てるかもしれませんけども、ご了承ください。二人への愛が、 えー、ま交わってしまいました。はい、よくわかりませんが。えー、ワウトです、はい。で、こちらは女子のローセルで。まあ、SD ワークさんのピンク系のウェアなんですけど、もう完全に、マグを着ておりますんでね。で、ローセルも懸命ベル登ると。いうね、ところです。そして、こちらね、ワウトと、ラポールトは肩を、ね、互いをた,たえ合って、そして女子ローセルはもっとくそうと。 タイムトライアルスペシャリストですからね。はい。えー、この男子は結局ラポルトに勝利を譲って、このベルギーのファンの皆さんも E3 でワウト勝った時はもう大喜びだったんですけどね。あれ、譲っちゃうのって感じ。まあこれは仕方ないですね、もうね。フランス人ですけど、まあまあワウトがやっぱり本番は来週ですので。はい。そして女子はローセル、スイス人が最後はこの 雨マグを開けて、勝利と、いうことになりました。はい。さあ、それを受けた、いよいよ4月2日、今度の日曜日、ロンドンになりますけども、こっちらがロンド・ファン・フランデレンの公式ホームページですので、まあ、作りが一緒ですね、ヘント・ウェイ・ウェル・ヘムとはい。フランダース・クラシックス・シャイズや昨年のフィニッシュシーン、そう、街が勝って、ファンバーレあります。ね、ポカチャルが、ええー、って感じの4位でしたけども。はい。こちらは、 えー、青で壊れもんとの頂上付近ですね。E3 でちょうどバイクが転んだあたりですかね。はい。マチューの2回目の勝利となっておりました。で、ロンドンの公式ツイッター見てると、見てると、そうですね。2023年4月2日、開催ということで。One week to go. 昨年女子覇者のコペッキーですね。で、こちらが、うんそうか、男子。 えー、誰が勝つと思いますかってことで上がっている名前が、お、一番上がファンアルトになってますね。ファンアルト。まあまあそっか、ベルギーですもんね。ファンアルト、マチュー、ポカチャル、モホリッチ、ピドコック、ピドコック、脳神頭から復活してます。ちょっと不調のアラフィリップも入ってます。ピーターズン。そして、他の誰かえー、女子も見ていきましょう。女子も、はコペッキー、フォレディング、ファンフルーテンファンフルーテも入ってんだ。ロンゴボルギーニ、 ルードビック、そしてニエビアドマ、バルサモ、その他、っていうことでね、上がっておりますけども、はい。で、そんな感じでございますがで、ここでもう一度、ブックメーカーのね、3月27日時点の人気順も恒例となっておりますが、確認しておきましょう。はい。マチューが一番人気です。そう、ワウトではないんですね。マチューです。マチューがね、やっぱり二度勝っておりますし、 あの、まあ、やっぱりマチューでしょみたいなところはあるのかもしれませんね。まあ、結局、大きいところ、マチューがね、いつも勝ってくる印象です。え、ロンドンも2回勝っていて。で、やはり、ね、あの、ミラノサンレモンも勝っておりますね。こちら、マチュウの公式インスタですけども、このミラノサンレモンのね、ガッツポーズ。アウトは3位でした。世界選手権シクロクロス。マチュが勝ちました。アウトは2位でした。そう、なかなかね、やっぱり、アウトがこう、 マチューに負けるみたいなのが続いてたんだからこそ E3 でのね、やはりこう、ワウトの勝利っていうのは、ワウト自身も非常に喜んでたんですけど風刺画がなんかこういう感じになっちゃうんで、うん。はい。で、一番人気、マチュー。んか来そうですよね、e。E3 では負けましたけども。はい。そしてそのワウトですが、ワウト、ワウトはツイッター派です。ワウトの最新のツイッター、 とですけども、えー、3月17日ですね。ちょっと前になりますが、このようになってます。えー、これ、パリルーベの、この石畳ですね。ここで、ヤギを放して、掃除をさせたという、あの、ニュースが結構流れておりましたけども、この写真、この、スポールツアーの、あららら、なんだなんだスポール、あ、今、あ、今、 今、アウトは今まさにリアルタイムにリツイートしましたよ。これが、なんだろう。あ、これがちょうど、あの、今ご紹介したヘント・ウェルヘムの、あれですね。えー、この、ユンボ・ビズマのマネ,マネジャーさんですね。代表の、えー、プルージュさんが、のツイートをリツイートしました。今まさにこの瞬間、みたいな感じですねで。ごめんなさい。こちらのヤギ問題ですけども。はい。えー、っと、 オランダ語、フラマン語なんですけども、ワウトが、えー、っと、うちにも2匹いるんで、DM くださいっていう意味でしょうね。だから、ワウトがヤギ2匹飼ってるんで、あの、もし、この石畳のね、お掃除、うちのヤギも2匹必要だったら DM ください。あの、派遣しますよっていう逆ですね。ワウトのね。はい。いいですね。余裕があるなという感じがしますけども。はい。 どうでしょうかワウド2番人気となっています。そして3番人気が、ポガチャルということで、ポガチャルはインスタ派ですね。えー、しっかりと上げておりますが、まあ、パリニュースの勝利の後、練習があって、そしてミラノサンレモのこの4位フィニッシュ。前にワウドとガンナが見えておりますけどもね、このまたさらに先にマッチュがいました。そしてこの E3 もしっかりとアップしております。はい。ね、ということで、この3人がやっぱり、この、ブックメーカーの 人気でも上位3名と。で、以降、ディラン・ファンバーレ。ちょっとこの間でね、レースで落車しましたけど。で、さらに、アスグリーン。どうなんですかね足を隠してるのかどうか。で、ヘントを買ったラポルト。えー、まずまず調子がリピーターさんそして、この人が分かりません。E3 は発熱で、スタートはしたんですけど、調子が悪かった。実際調子悪かったですね。アラフィリップ。そして、ビノート。まあ、アシストですよね。モホリッチも、えー、いい状態です。 で、ちょっと落車で脳震とを起こしたペドコックは戻ってくるということですから、ちょっと分かりませんね。調子がいいのかどうか。まだロンドはなんかペドコックには少し士気が高いかなというイメージがあります。ですっかり、このフランス人ながら、えー、ロンド・ファン・フランゼン、ね、昨年3位に入りましたからね。得意としている、このグルーパーマコンビ、アディバス、そしてスイス人のキュンク、2人で。さらにイネオスのシェフィールド。えー、こちら、アフリカ出身、ギルマイ。 にスティーベン、地元、ベルギー人、チョコ職人、ながらアメリカのチーム一つにというね、トレックの選手。そしてクリソフに勝ったことあります。そしてドイツ人ながら、このクラシック、得意としているポリッツ、えー、クラウ・アナスン、アルペシンに移籍してます。で、もう一人のフランス人、トゥルディス、マイケル・マッシューズ。まあ、アシストですね、ファン・ホイド・オフは。さ、は、ら、いえー、にナルバイス、渋いですね。やっぱり分かってますね、皆さんね。 イネオスのクラシック得意としておりますから。でもガンナはここなんですね。でさらにヘントで上位に入ったファンマルク。あ、イン ?E3 か。はい。で、あとはウィエレンス、ベッティオール、フレットライト。ヨルゲンソンも良かったですね。そう。E3 で4位ですからね、アメリカ人。さらにモスコン、セネシャル。えー、こちらがティラー、ティレル。はい。ウエクスのクラシック得意の選手ですね。 あとは、トレンティ、ルツェンコ、ユンヘルス、ランパルト、イヴァン・ガルシア・コルティナ、イスリー、5位でしたで。フロリアン・フェルメルシュ、サガン、サガンここが、えー、タコさん。えー、そして、コスヌ・フロアに、バレッリ,リーニ、ゲニエッツ、えー、マイク・テオニッセンという、そんな、えー、現時点、3月27日時点のブックメーカーの人気順となっております。はい。えー、ということで、駆け足でお伝えして、 参りましたが、いかがでしたでしょうか ?4 月2日開催、モニュメント20232発目となります。ロンドンファンフランデレンのプレビューですけども、イメージ使いましたかね、はい、いやー、楽しみですね。誰が勝つのか、ということで。あともう、ドアズドールフランデレンがもう一個前哨戦としてあるんですがまあ、これは出る選手、出ない選手ね、えー、いますので、そうです。まあ、一応、内容はね、チェックしてみたいと思いますが、 で、いよいよ、この、ロンドが終了しますと、翌週、パリルーベ。こちら、あの、J スポーツでもね、放送いたしますので、私も、前半戦、前半戦じゃないや、前半担当で盛り上げていきますので、ぜひね、こちらもご注目ください。あの、パリルーベについては、来週のこの、週、えー、リマチャンネルで、またプレビューをね、お伝えしたいなというふうに思いますので、まずは、ロンド、楽しみにしたいというふうに思います。 え、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。え、週刊のチャンネルそれではまた次回お会いしましょう。さようなら